皆さんこんにちは。この画面が今入ったと思う。おいこら警察、この映像は警察が本当の市民警察になるバイブルです、私がこれまで取り上げてきた多くの動画、事件、それから相談は警察が市民を不当な職質、あるいは不当逮捕したり、ひどい事例ばっかりだったというのは、いやいやオーバーにしてもほとんどそうですね。警察はひどい、市民警察なんて嘘っぱちだと、戦後の民主主義はどこに行ったということです。それでおいこら警察とおっしゃるんですが、最近一部に動画で私アップしたり、市民がいわゆるカメラを持ってどんどん現場でのひどい実態を撮影したことによりアップされて、これが Google で出たらそういうことになったので、警察はかなり反省をするようになってきました。その結果どうなったかというと、幹部の方が反省してそこで書いてるように、この動画によって警察が本当の市民警察になる、なるための教本であるバイブルですね、という声がかなり出て私に届いてきたんです。ですから、後でまた出してみますが、赤坂見附での職質、あるいは街頭における職質、野方署事件、あるいは東京の専属警察、または兵庫県の、新港交番での警官らによる不当な職質、そして警官が聞いてるんだから答えろとか、俺たちにも撮影所属権があるなんと、およそ全くの勘違い、それから押し付け、暴言、もうヤクザ並みのことをやってる実態が次々と出てきて、だってそういう話をするためじゃなくて警察のためになるわけですから、この中身を警察に進呈します。だから皆さんたちの中にこれは PR 版って、本当は1本ではいくらで値段をつけて、特別半価版ですから1本正式には5000円しますけれども、特にこれを見て中身を見たい、あるいは警察官に渡したいという人がいたら無料でありますから教えてあげてください。あるいはあなたの名前で送ってあげますから、匿名でもいいから警察署に進呈してください。そうするとね、ひどい現場の実態、中には非常にいい警官がいます。埼玉県大宮警察署の刑事課の警官たちが、一人の九州の金島から来た青年の面倒を非常によく署を挙げて見てくれているという実態があります。包丁を持って暴れたり、それからうつ病になったり、アルコール中毒の青年なんですが、病院に行く手配から、それから生活保護の状態の中で役所と警察と、それから私ども人権救済というふうに非常によくうまくやっています。そういうことを賞を挙げての実態もあります。これはプラスの面で、市民警察というのはそういうもんだよという事例、中身を今度新しく話をしますが、ぜひこれはこの辺のところを忘れずに皆さんで興味を持って見ておいてください。こういうことです、はい、以上をもって今日はこれで終わりします。